言霊の力であなたの人生を変えるコーチャやものです。今回のテーマは、アファメーションなんて効果はないよって言っている人に伝えたいことです。まあ結論から言うとですね、まあ、すごくそういう考えって損ですよっていうことを、まあ、一番伝えたいかなと。まあこれが結論になってくるわけですけどね。でまあアファメーションなんて効果がないよっていうふうに言っている人っていうのは、すごく直線的な考え方をするリニアというか、う まあ論理的というか、まあ、論理的というのもまた変だなだから筋が通っている筋道がよくわかるものしか信じないっていう人なんですねでじゃあそういう人が本当に筋道がよくわかるものだけを信じてるかっていうとそうじゃないんですよあの筋道がよくわかるって例えば1に1を足したら2になるみたいな話ですよねあるいはピタゴラスイッチみたいな話 まあ、ここからボールを転がして、そしたら最終的に、まあ、ここが光るんだ、みたいな。そういったものってな辿のは、たどっていけば、あこれがこうなって、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 あこうなるから、最終的にここスイッチが押されて、これが光るんだ、みたいな。ことが、筋道でわかるわけですよね。だから、そういうことだけを、まあ、信じてるんですよ。アファメーションなんて効果がないって言ってる人は。で、ただですよ。そういう人も、 筋道が見えないものも結構信じてるんですよね。それは例えばどういうものかっていうと、自動販売機にコインを入れて、ボタンを押したらジュースが出るとか、こういうことを信じてるわけですよ。だから、まあ、何の疑いもなくコインを入れるし、そ,まあ、そこでジュースを買おうとするわけですよね。そあの実際そうですよね。それ筋道わかんないですよね。中がどうなってるのかよくわからない。だけど、信じてコインを 入れてるわけじゃないですかもう信じるどころかは何の疑いも持たないわけですよね。うん。まあつまりですよ、僕は何を言いたいかっていうと、まあ、自動販売機はブラックボックスになってるってことなんですよ。ブラックボックス。中がどうなってるのかよくわからない。でよくわからないけど、ともかくもまあジュースが出てくるっていうのはわかるわけですよ。で、それはなぜわかるか、なぜそう信じれるかっていうと、 お墨付きを与えらられてるからなんですねだからまあ政府とか、まあ、何らかのお墨付きを与える機関がこの製品はちゃんとまあコインを入れたら出るよとそういうことが検証されてるよとでそこに使う部品もまあ例えばボタンを入れたあの押したらちゃんとそれがまあ検知されてで、まあ、自分の欲しいものを選び出してくれるとかで コインを入れたらちゃんとそれをちゃん、まあ、計算してくれて、うんまあ、その通りに、まあ、その値段のものが買えるであるとか、そういうちゃんと機械がそうなってるんですよっていうのを、まあ、検査機関とかそういったものがちゃんとお墨付きを与えて、それで製品になってこの世界に誕生している。だから中身はブラックボックスなんだけど、もうそれを信じているわけですよね。うん、言ってみたら、 まあ、中身がよく分からなくても信じてるものってあるじゃんっていうことなんですよ、僕が言いたいのは。でですよ、でですよ、アファメーションもそうなんですよ、アファメーションとか、あとスピリチュアル全般に言えることなんですけど、まあ、スピリチュアルもそうですし、アファメーションも、まあどううん、2つに共通するのは、お墨付きが与えられてないってことなんですよ、別に政府によって、なんか例えば学校教育で教えてるわけでもないし、 だ何のお墨付きも与えられてない。うん。だからですよ。だからそこに不安を覚えるわけですよね。そんなものは信じないっていうふうに。伝わってますよここのあたり。だって自動販売機はブラックボックスになってて中がどうなってるかわかんないのに信じてるわけですよね。だったらアファメーションとかスピリチュアルだって、まあ、メカニズムがよくわからないけど、 とりあえずは信じてみてはいかがですかってことを僕はお伝えしたいんですよ。というのも、これは単に中身が見えないだけでちゃんとその筋道みたいなものはあるわけですからね。で、それはものすごく複雑なんですよ。だから僕も今までなぜアファメーションに効果があるのか、なぜスピリチュアルは人生を豊かにするのか、そういう話をもう散々してきました。このチャンネル、他のチャンネルを含め、散々してきました。 とても一言では説明できない、もう2時間、3時間、4時間、もう2時間の動画を何回も何回も何回も繰り返して理解していただかないとわからないことなんですよあの。これって厳密に言うと自動販売機だってそうですよね。自動販売機にコインを入れて、なぜジュースが出るかっていうのを本気で理解しようと思ったら、多分2時間の説明を何回も何回も聞かないといけないと思いますよ。下手ししたらもう1年中勉強してとか、 ももう10年かかけけて学ばなななきゃいいいことかもしれないですねもう自動販売機の中身全部理解するわけですからその基盤がどうなってるかとかそういうところまでちゃんと理解しないといけないわけですからねでそういうものって理解するのにものすごく時間がかかるじゃないですかだから自動販売機だってそうなんですよ中身のメカニズムっていうのはものすごく複雑になっているわけですよねでそれと同じでスピリチュアルもなかなか一言で こうだからこうっていうふうに言えない。で、ともかくも結果が出るんだからであの、ちなみに結果が出るっていうのはその、これ、あの、その人のスタンスによって変わってくるんですよね、また。その人が前向きな気持ちで取り組めば結果が出やすい。だけど、もう疑ってかかると結果って出にくいんですよね。出にくいっていうか出ないです。あの、スピリチュアルっていうのは科学よりももっと上位概念ですから。 上位概念というのは、その目に見えないものを掴んでいくってことですからね。形上学というか、その、まあ神の領域っていうのかな。神っていうとまたすごく誤解を受けるんですけど、ひげ生やして強を持っている存在のことを僕は言ってるわけじゃないですよ。その科学では把握できない領域すべてのことを神と言ってます。まああの、科学も含めてですけど、正確に言うと、科学も含めてすべてのことを神と言ってます。まああの、これ、感覚的に言うと、 ま、日本みたいなもんだと思ってください。日本。日本は、ま、日本の全体ですよね。日本といったら、言ったら日本が全体ですよね。だから東京も日本だし、大阪も日本だし、北海道だった日本だし、全部が含まれるわけですよね。だからその、日本が、ま、もし神だとすると、科学っていうのは、ま、東京と練馬区みたいな感じなんですよ。もっと狭いかもしれない。うん。だからほんの一部。 その、ほんの一部が科学で分かっていることなんですよ。で、神っていうのは全てですから、まあ当然、東京都練馬区も含めて神なんですね。言ってること伝わってますかね。だから言ってみたら、スピリチュアルってのはこの全体をなんとか把握していこうっていう、そういうジャンルですからね。だからみんなやっぱ、目に見えるものしか信じることができないし、やっぱ人間の五感って、 完璧じゃないし、人間の処理能力、脳みその処理能力も完璧じゃないし、うん。だってそうですよね。人間って完璧じゃないですよね、別に。例えば、アリさんが完璧かって言ったら、アリさんは完璧じゃないわけですよね。アリさんは人間には分かることがアリさんには分からない。例えば、アリさんは音楽っていう概念は絶対分かんないわけですよね。人間は音楽を聴いて、あ、いいなとか思ったりするわけじゃないですか。だけど、アリさんに音楽を聞かしたって、 何これみたいな。意味わかんない。あの、まず聞こえないかもしんないですね。ハーモニーもよくわかんないかもしんないし。うん。だ演歌とクラシックの違いとか、そういう、だからそういう話とかもまず理解できない。一体何を話してるのかよくわかんないみたいな感じですよね。演歌とは、クラシックとは。そもそも音楽はわからないわけですから、演歌って言われたってよくわからない。だから、音楽というものがこのように存在してるのかわからないし、アリさんにとっては。 だから、アリさんは言うわけですよ、おそらく。音楽なんて存在しないっていうふうに。それはアリさんは、あの、傲慢なアリさんは言うかもしれないですね。だけど、それはアリさんに把握できないってだけであって、音楽というものは確実に存在するわけじゃないですか。で、ハーモニーという概念だって存在するし。で、それと全く同じで、人間に把握できないからといって存在しないわけじゃないんですよね。だから、時間のハーモニーとかやってる存在がいるかもしれないですよ、人間以上の。もっといろんなことが把握できる存在は。 例えば江戸時代と令和を合わせたらすごくいいハーモニーを生むとかあの人間だってそうですよね「ドと「ミと「層」を重ねたらきれいな和音になるみたいなこれは不協和音じゃなくてすごく「ミソであったらすごく「まあ、ドと「ミと「層」を重ねたらすごいなんかまとまった感じになるよねみたいななんかそんな感じじゃないですかそうですよねそれと全く同じでああ江戸時代あたりと令和 とあとあ鎌倉時代もこれ加えてみるとなんか超いい感じだじねみたいなだからもう時間移動もできるし時間を組み替えたりそれを合わせたりできるしみたいなもう次元を通り越すわけですからね制限がないってことはで人間は制限のある範囲内しか把握できないわけですやっぱ時間は なんかずっと流れてるような感じがするし、過去から未来に。になんかそんな気がしますよね。本当はそうじゃないんですけど、なんかそんな気がしてきますよね。で、あと場所移動とかも一瞬でできないですよね。日本からアメリカに行くためには、やっぱ、まあ、ん、いろいろと、うん、空港に行かなきゃいけないとか、時間かけなきゃいけないとか、手間かけて行かなきゃいけないわけですよね。でもそんなことはないんですよ、本当は。一瞬で行けちゃうんですよ。それは人間の限界ですよ、それは。肉体という。 ものをやっぱ五感という限定された感覚器官しか持ってないししかもそれをあまりレベルの高くない脳みそというもので処理してこの世界を把握してるんで何かうん場所の制限もなんかあるのが当たり前っていうふうに思ってますけど本当は制限なんてないわけですからねでその制限のない領域が整えば、まあ、自動的に制限のある領域も整うわけですよ まあこれまあ例えて言うと、日本がいい国だったら東京都練馬区だっていい状況なわけですよ。伝ってますかね、これ。なにあの東京都練馬区だけなんとかしようって言ったって日本がなんかもう殺伐としてたらそれはやっぱもう巻き込まれちゃうわけですよね、東京都練馬区なんて、それ大きな日本に比べたらちっちゃい地域なわけですからそれはやっぱいろんなことで。 巻き込まれてしまう。だから根本的に何かを変えるって時は、やっぱり日本全体の状況を良くしていった方がいいですよね。だから言ってみたらそんなような感じで、まあ、スピリチュアルっていうのは根本的な対処法なんですよね。一方で科学っていうのは、まあ、対処療法みたいな感じあくまで分かることだけやっていくみたいな。だからまあ、目の前のことは解決できるかもしれないですけど、ただ人生全体としてはなかなかうまくいかないですよね。科学だけでやってたら。同じ問題が何回も何かもう降りかかってくるみたいな。 話になっちゃいますよねまあまあちょっといずれにしてもですねちょっと話が変な方向に行ってますけどスピリチュアルっていうのはこの目に見えない領域人間にはとても把握できない領域五感で把握できない脳みそでとても処理できない領域をまあ当たり前の感覚を重ねていくとか,だか感覚的に言うとですねアートですね芸術的な感覚でなんとか掴もうとする試みなんですよねあのアートっていろんなものが掴めるじゃないですか 例えば、うん、モナ・リザっていうのは、それはやっぱりいろんなものが含まれてるわけですよね。じゃあそれを科学的に説明してくれって言われたって、これちょっとできないわけですよ。もう限界がありますよね。文章でも説明できないし、いくらもう上まい評論家が評論しようと、それはやっぱり文章とか言葉ではとても表現しきれない。それぐらいのもう何かが含まれてるわけですよね、あの絵には。だから そういうことを表現できる。だから、モナ・リザでこういうことを表現したみたいな、こういうことを表現したいみたいな、そのこういうことっていうのがうまく絵で表現されてるわけですよね。もちろん音楽だってそうですよ。音楽だって、こういうことを表現したいっていうのが、やっぱ音楽だったら表現できるわけですよ。文章とか、そのん、論理的な文章とかではとても表現できないこと、グラフとか図でも理解、あの表現できないことが、音楽だと表現できるわけですよね。 だから勇気が出るあの雰囲気だったりとかでそれっいうのはもうとてもじゃないけど言語化不可能まあ一応歌詞とかもあったりしますけど歌詞もすごく抽象的じゃないですかだから聞くタイミングによっていろんな意味に聞こえたりとかすごくいろんな意味が含まれてますよねだから抽象度が高いってそういうことなんですよいろんな意味が含まれてるでそれがまあ分かる わけなんですよねそのアート的な感覚を持って接すれば一方で科学的に考えると絶対わかんないですよね科学的論理的に考えるとそういう次元の高いことって絶対わかんないですよねだから限界があるんですよ科学的論理的なことってのは一方でまあ抽象的なことスピリチュアル的なアプローチってすごく いろんなことがわかるで、そのいろんなことってとても説明できないですよ、説明できないけどわかるっていう、説明できないけど分かることってあるじゃないですか、例えば、今、あなたがですよ、過去素晴らしい映画を見た記憶があると思います、でその時のことっていうのを、まあ、覚えてますよねで、それって説明できないですよね、まあ、強引に感想文とかにしようと思ったらできますけど、ただ感想文以上のことですよね、感じてることっていうのは。 だそういういことなんですよそ,れそれを感じて、その感じた感覚を人生に応用できるじゃないですか、例えばすごく勇気が出たっていう、でどういう形で勇気が出たっていうのは、それはとても説明できないんだけど、例えば主人公のこの時のセリフが勇気が出たとか、まあ、一応感想文にしようと思ったら強引にそういうところを捕まえてきて、一応感想の中に書くんですけど、ただ、そういうことじゃないですよね。そういうういこともも含めたもう なんだかわかんないけど、このじわーっとくる感じ。このじわーっとくる感じがあって、それを掴んだわけですよね。で、掴んで人生に応用できたわけですよね。で、これで確実に人生が変わってるじゃないですか。人生に応用できたわけですから。一方で、科学ではこういうことはできないわけですよね。科学は、まあ、次元が低くて確実性が高いことだったら、もう、もうすぐもう文字通り確実なんですよ。確実。だから、1日を足せば2になるみたいな話。 そういう話ってもうむしろ科学で考えていった方がいいですそういうもう超確実な話っていうのはあのスピリチュアルよりも科学で考えた方がいいですだけど幸せになっていくとかそういう話になってくるとちょっと科学では終えないんですねうんでそういうことをやってるのがスピリチュアルなんですよで別にスピリチュアルっていうのは根拠がないわけじゃなくてこの感じることとかあと当たり前に考えて分かること そういうことを積み重ねていけば、ああ、こういうことが言えるよねっていうふうに。だから、確かにですよ。確かに1に1を足したら2になる。2に 2, 2を足したら4になる。みたいな感じで、こういうふうに確実なことを積み重ねてるわけじゃないですよ。ただ、適当になんか口から出まかせを言ってるわけでもないんですよ。スピリチュアルってのは。そうではなく、感じたこととプラス当たり前に考えてわかることを 積み重ねていくで、それを粘り強くやっていく。で、その結果、パーンとわかる。到達する一つの領域がある。そういうことを言ってるわけですよ。スピリチュアルって。まあ、例えばですよ。当たり前に考えて分かることの例といえば、人に対して優しく話しかけたら、相手も好意的に接してくれる。一方で、敵対視するような、そういうような接し方をしたら、向こうも敵対視し,してくる。 これって別に科学的根拠ないですよ、別に。科学で別に実証されたわけでもないし、どういうメカニズムが働いてそうなるのかって全然わかんないですよ。だけど、当たり前にわかるじゃないですか、こういうことって。わかりますよね。まあ、他には、例えば、会社の飲み会で今日は無礼孔だっていうふうに上司が言った。で、言葉では言ってるわけですよね、今日は無礼孔だっていうふうに。で、言葉ではそう言ってるけど、明らかに、 言葉以上のものもが含まれててるよねっていうこれは当たり前に考えたら分かることですよね。これ根拠見せてくれ、エビデンス見せてくれてって言われたらちょっと困りますね。これは当たり前に考えて分かるでしょっていう風にしかもう言えないんですよ。だから上司が今日は飲み会だ、もう今日は無礼講だからもう何でも言ってよ、何でも言ってよっていう風に言ってる。で、これ科学的に考えると何でも言ってよろしいっていう、まあ一つの文章化している 領域ですすよよねでそこここだけでででで生生ききちゃうっっててとと科学るはでも明らかにそれ以上の何かがあるじゃないですか空気感みたいなものここまでだったら言っていいけどここから先は許さんぞみたいな何かありますよねでそれを適切に読み取れるのがスピリチュアル的な考え方をしている人なんですよだからスピリチュアルの人って言葉面だけで勝負しませんから言葉とか根拠だけで勝負しませんからだから 会社の飲み会でそうやって上司が行っても、あこれはこういうことなんだなってことで適切に読み取って、で、適切に行動していく。いわゆる適切に、そう、自分の判断というものがあの常に適正化されてるんですね。まあ、早い話がセンスがいいってことですよ。センスよく生きることができる。一方で科学だけで生きてる人っていうのは常に自分の外側と確認を取りながら生きるってことになる。なので、自分のセンスが見分かれないんですよ。ここ伝わってますかね。例えば、まあ、 うん会社の飲み会で、まあ、上司が「今日は無礼講だ何でも言って」と言った場合は場合はこれはまあ科学の本をちょっと読んでみようと会社の飲み会で上司がそういう言葉を放った時は上司はそれは本音ではないという科学的データが何々大学の 研究結果によってて検証されいいるみたいなそういうデータを確認してあそうなんだとこういう科学的なデータでちゃんとお墨付きのある大学でそういう研究結果心理学の研究結果が出てるわけだからでそれと照らし合わせると今まさに会社の飲み会で上司が今日は無礼講だと言っているということはそれは本当じゃないなっていうふうに 判断するまあでもこれは自分で判断してるわけじゃなくてわざわざその科学的な本を読んでいちいち確認してやってるわけですよねだから科学的に生きてる人ってことごとく現象に遅れてくんですよ起きてる現象に今ここを生きてないから自分を信じてなくて自分のセンスを磨かなくて常に科学の本とか誰かが言ったこと権威の言うことと参照して生きてますからだからいつまでも自分が弱いんですよね これ例えばスポーツで言うと考えながらドリブルするような感じ。だサッカーなんてまさにもうリアルタイムで今ここがずっと続いているスポーツですよね。止まる瞬間なんてほとんどないわけですから。野球だったらまだ止まる瞬間ありますけど、サッカーなんてずっと動いてるわけですから、考えながらドリブルできますかこういう時は何とかメソッドに基づいて、あの大先生が言っていた、まあ理論によると、まあこういう風な形で、 ボールが来たときは右足でそれを受けてで角度、何度の感じで体を傾けてそして視線をアイコンタクトを送りつつでこのような形でまあこっちの方向に動くみたいな理論が言われているからあそうだった、それを思い出して再現しようみたいなことをやってると試合って有機体ですからどんどん動くわけですからね状況はまた変わるわけですよ、1秒後には。また別の まあ、権威の別の先生の言葉を思い出して再現しなきゃいけないわけですよ。だそうやって、まあ、外側から暗記したものを再現していくってことを常にやってるんですね、自分を信じてない人、科学だけ信じている人っていうのは一方で、まあ、科学ももちろん大事にするんだけど自分のセンスを磨く方を大事にしている人っていうのはドリブルする時にもういちいち考えないんですよ、もうその場のセンスでやっていく。 なぜ自分が今右足を使ったか。それは自分がそう思ったから。で、自分はそれを信じてる。自分が今こうやって右足を出したという判断は正しいと。なぜならば自分はいつもセンスを磨いてるから。だから、サッカーみたいな生きてるような、常に動いてるようなスポーツにおいて、いちいち考えないんですよ。自分を信じて、自分が心のままに動けば、まあ、だいたいいい感じになるからと。 でもちろんそれは失敗することもあるわけですよで失敗しても例えばボールを奪われた点を入れられたみたいなことがあってもそれはそれとして1つの経験としてあじゃあこれをさらに自分のセンスを磨くのに使っていこうみたいなそんな感じで考えてるんですよねだからスピリチュアルってそういう感じなんですよだけど、まあ、今言ったら自分のセンスを磨いていくっていうふうな角度でお話をしたんですけどそうは言ってもですよそうは言っても全く根拠がないわけじゃないですよね 例えば、ドリブルでサッカー、そのサッカーでドリブルをするって場合も、その選手の中では、やっぱあるわけですよ、理論が。で、それは言葉で説明できないわけです。なぜ今、右足を使ったのそれはちょっと言葉で説明できないんだけど、まあ、こういう感じで、まあここういう、こういう感じの時は右足使うんだよねと。で、こういう感じっていうのはもう言えないんですよ、言葉では。だから例えば まあ野球の話になりますけど、長嶋監督は、擬音で説明するわけじゃないですか、打撃を。シャーっとやり、グワーンと腰振れとかで。よくバカにされてますよね、珍プレーとかに出て、全然説明になってないぞみたいな。でも、なんで長嶋監督がああいう説明をするかっていうと、もう説明不可能だからですよ。説明不可能だから、雰囲気で、こういう感じ、こういう感じみたいな説明をしてるんですよ。でそれをあ、全然論理的じゃない、科学的じゃないっていう風に言って、笑い飛ばしたら絶対入ってこないですよね、長嶋さんの。 言いたいたことは。だけど確かに論理的ではないんだけどまさにアートですよね、アート,アートと同じ感覚であ長嶋さんがこうやって一生懸命説明してくれてるこれはどういうことなんだろうっていうふうに前向きになって聞いてみるとちょっとわかるんですよ、あこういうことかなみたいなでちょっとつかめるで、そのちょっとつかんだことを元に自分で実践を重ねていくんですよ、何回も何回も打席に立つ。そうすると、 だんだん適正化されてくる、いわゆるセンスが良くなってくるんですよ、でセンスが良くなると、もう打てるっていう状態になるんですね、でじゃあ今、だから例えば、ボール、ピッチャーが投げて、自分が、まあ、うーん、そうですね、ちょっと、まあ、大振り気味に振った、この,この打席では大振り気味に振った、で、それでヒットを打てた、で、なんで今、大振り気味に振ったのっていうふうに聞かれたときに、それは答えられないんですよ、とてもじゃないけど。 いやこ,うこういう投手がこういう球種を投げた時でで、さらに試合展開がこういう感じの時の場合は大振りした方がいいんだよねっていうふうに強引にそう説明するかもしれないですけどもっともっと次元の高いことが含まれているわけですからね、だからもうはっきり言って、それは暗記してそんなこと一時、暗記してやりますか、あなるほど、こういうピッチャーがこういう試合展開の時にこういう球種を投げた時は大振りするといいんだみたいな。 それを暗記するともういろんなことを暗記しなきゃいけなくなりますよ、もう何パターン暗記するんですか、1万パターン以上になりますよ、1億パターンぐらい、もっとになりますよ、だからそんな暗記できるわけないじゃないですか、だからそこはセンスでやっていくしかないんですよ、だからそれは最終的にもう自分が今、こういうふうに振りたいと思ったから振っただけだ、でそれは常に正しいっていうふうに自信を持っている、なぜならば自分は普段センスを磨いているからと。 でそのセンスを磨くためのメソッドがアファメーションでありスピリチュアルなんですよね。で、アファメーションってのはやっぱりメカニズムがあるわけですよ。当たり前に積み重ねて考えたら。まあ、それは量子力学的な説明もできますし、まあ仏教の有識学ですよね。ああいった角度からの説明もできます。で、他にもいろんな説明ができるんですよ。まあただそれはものすごく うん、いろんなことを言わなきゃいけなくなるんで、長くなるんですね、それを説明すると。まあ、脳科学的に説明もできますし、まあ、認知バイアスとかそういう角度の話であったりとか、あるいは脳内のシナプス結合、そういった角度の説明もできますし、あるいは脳内神経伝達物質ですよね。こういった角度からの説明もできるし、あるいは脳のラスですよね、ラス。まあ、毛様体不活系っていうんですけど、まあ、それは、まあ、自分が、 思い描いているものだけが脳に入ってくるいう,、まあ、そういうフィルターなんですけどね、でこれってなうのは、まあ、いわゆる思考は現実化するってことと若干絡んでくる話、でまあ、だから量子力学ともつながってくる話なんですよ、こういった脳のラスっていう、毛様体不活系っていう話は、で毛様体不活系みたいな話をこれ心理学的に説明すると、カクテルパーティー効果ってことになってきますからね、だこれ、ありとあらゆる説明ができるんですよ、ありとあらゆる説明ができて、でそれは全部つながってるんですね。 だからまさに自動販売機と同じブラックボックスになってるかもしれないですけど外側から見てだけどちゃんとメカニズムはあるんですねメカニズムは、うんまあ、ただやっぱその超科学みたいなそのまあ1に1を足せば2になるみたいなも,うものすごくすごく分かりやすいような論理でもないんでどちらかというと当たり前の論理を重ねていってこういうことが言えるよねっていう まあそういう説明の仕方なんですよね。で、それを若干科学的な説明なんかでも保管できる。まあ量子力学もそうですし、脳科学、心理学もそうですよね。で、そういったもので、まあちょっと保管する。だから、なかなか説明できない領域のことをそういった科学で保管しつつ、最終的に到達したい、到達に、まあ、その感覚をつかむって感じですよね。まあ、いわゆるセンスを良くする。で、そのセンスを良くするための、まあ、メカニズムは一応ある。ある。 あるわけですだから別に口から出かせを言ってるわけじゃないわけです、うんまあ、だからアファメーション効果ないよっていう,うに言ってる人ってのは、まあ、すごくもったいないですよね自分に分からないから,だからそのブラックボックスになってるから信じないってだけであってじゃあ実際のところ、まあ、自動販売機は信じてるわけですからねじゃああなたが信じるのは何らかの政府がお墨付きを与えたものだけなんですかっていうそれ以外は信じないんですかと それ以外信じないってことになると、世界のほとんどを信じないってことになっちゃいますよっていう。だから東京と練馬区、まあ別に練馬区は悪いわけじゃないですけど、東京と練馬区だけで生きるような、その論理だけで生きるような感じになっちゃいますよっていう。まあちょっとこの東京の練馬区の話はちょっと例えが悪いですけど、だからすごく狭い領域の話。でも狭い領域で生きていたとしても、だって実際のところ、 全体に取り込まれているわけですからね、自分の人生は。例えば、東京都練馬区で住むって場合は、まあこれ、最悪、まあ東京都練馬区で一生を終える、で、それを楽しむっていうスタンスで生きれば、別にそれは何の支障もないわけですよね。まあ、ある意味、それだけでも生きていけることはできる。だけど、この世で生きる、まあ、人生を生きるっていうのは、強制的に全体に取り込まれるんですよ。いくら自分はこうだって思ってても。 いくら自分は、まあ、政府のお墨付きがあることだけを信じるって言ってても、絶対全体に取り込まれるんですよ。例えば万有引力には絶対取り込まれますよね。万有引力に逆らいますか。まあ、俺は万有引力なんて関係ねえと思ってるって、もういくら自分が言ったって、それは絶対取り込まれるわけじゃないですか。地面に足をつけて生きないといけないわけですよね。俺はふわっと浮きながら生きるんだって言ったって、いや、それは無理だよって話ですよね。 だっ,てだってそういうもんですもん。全体の流れがそうなってるわけですから。まあ、ただ、万有引力の場合はみんなが当たり前に分かることだし、まあ、ある意味科学的にも、まあ、万有引力というものがありますよってことで、まあ、教科書にも載ったりもしていることなんで、万有引力はさすがに気をつけるでしょうけど、でもそれ以外のなんだかよく分からない流れみたいなものがあるわけですよ。流れってありますよね、明らかに。例えばスポーツの試合でも、流れってありますよね。 これないって言われちゃうと僕はもうどうしようもできないですね。そのないって言い切っちゃう人が空気読めない人になっちゃうんですよだから優秀な監督さんってしっかり流れをつかむじゃないですか今こういう流れが来てるからこの選手を投入しようとかでその流れってのはじゃあ科学的に言えるのとどういうふうにだ根拠を見せてとそのデータ見せて根拠を見せてエビデンス見せてって言われたってそれはもう 最終的に監督の判断としか言いようがないですよね。そうですよね。だから、この流れっていうものは、もう、とても見せれない。根拠も示せない。エビデンス示せない。だけど、確実に存在するものですよね。ないって言い切っちゃいますか言い切っちゃいますかいや、言い切ってもいいですけど、取り込まれますからね。あの、言い切って生きることはいいですよ、別に。流れなんてないんだ。 って言い切って生きちゃってもいいと思いますけどそうやって生きていても絶対取り込まれるわけですから全体にだから科学とかその目に見えることとか根拠エビデンスがはっきりしてることだけあるいははっきりしてないブラックボックスの場合は何らかのお墨付きがあることだけを信じて生きるっていうのはすごく損なんですよ自分を狭い世界の中で 生きるるっっってててにして、まあ、狭いって言ったらっ絶対取り込まれるわけですからだからやっぱり目に見えない領域を何とか把握していこうっていうこういう試みっていうのはどうしたって必要になってくるんですよねでそのために有効なのがアファメーションであり、まあ、スピリチュアルであったりするわけなんでまあ確かにまあ学校の教科書には載ってないことですしお墨付きもないですけど ただやっぱり別に口から出かせ言ってるわけじゃないですからねみんなスピリチュアル関係者っていうのは、まあ、もちろん一部変な人もいるんでそういう人がまたスピリチュアルのイメージを悪くするんですけどそういう人はもう論外ですよだけどそうじゃないわけですからほとんどの、まあ、人が言ってることっていうのはそこはやっぱり素直に受け取ってあこういうことかなっていうふうに実践してみるのが、まあ、何よりも自分のためですよねうんまあそんなようなことを思ったんで今回はちょっと お伝えしてみました、まあ少しでも伝わっていただけたら幸いです人生いろいろですけど頑張っていきましょうねではあなたが進化するメルマガやってます詳しくは概要欄から